はい、どうも皆さんこんばんは、大地です。今回は島根県の料理編になります。で、今回作るのが、まあ、今まで作ってきた、まあ、なんとか飯ってあるじゃないですか。例えば、まあ、タコ飯とかしじみ飯とか、でそういう系になるんですけど、今回はタイ飯を作っていきます。で、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、多分島根県限定ではないと思います。で、まあ、私はたまに、まあ、アジとかあとは小魚とかはさばいたりするんですけど、タイっていう、まあ、大きい魚は初めてなのですごく楽しみです。で、まあ、さばくのもうまくいって、そして美味しいのが作れたらいいなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料の紹介をします。材料は3人前になっています。まずタイで、今回は、まあ、適量を使うんですけど、もう大きさが30センチくらいあります。塩適量、昆布適量、水 50cc、 酒 50cc、 薄口醤油小さじ1、卵2個、大根おろし適量、わさび適量、刻み海苔適量、レモン適量、砂糖小さじ2。以上になります。ご飯は昆布だし 8g と薄口醤油大さじ2を加えて炊いておいてください。魚をさばいていきます。卵が入ってますね。ちょっと卵だけ取っておこうと思います。フライパンに水で戻した昆布を敷いて、先ほどのタイを乗せていきます。そして塩をまぶしていきます。水と酒と薄口醤油を加えて
弱火で蒸していきます。卵を白身と黄身に分けていきます。砂糖を半量ずつ加えて混ぜていきます。フライパンに油を入れて熱した後にそれぞれの卵をスクランブルエッグにしていきます。8分間蒸していったので取り出していきます。400cc の水と昆布だしを入れて温めていきます。先ほどの鯛をほぐしていきます。レモンを薄切りにカットしていきます。盛り付けです。完成しました。今からみんなで晩ご飯なので一口だけ食べていこうと思います。いただきます。この昆布だしをかけて食べていきます。ちょっとわさび取りすぎちゃって辛いです。でも、もう昆布の出汁と鯛がすっごく合ってすごく美味しいです。せっかくなので味噌汁と魚卵、まあ食べたことないんですけど、もう早速食べていこうと思います。でこれは砂糖と醤油と酒で味付けしました。すごく美味しいです。もう中まで味が染みているので、もう全然臭みとかはないので、すごく美味しいです。でこの鯛めしはもう昆布だしなので、あっさりとしているので、もう食べやすいと思いますし、で鯛を切り身をして切り身で買えば、もう手軽に作れるんじゃないかなと思うので、ぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。